猫族チャンネル。こんにちは、ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年3月5日真岡鉄道真岡駅で行われた真岡鉄道、関東鉄道、ひたちなか海浜鉄道、鹿島臨海鉄道による茨城県地域鉄道4社合同企画鉄道古物販売会に行きました。販売会の終わりまでには間に合うようにゆっくり出かけたので、会場に早く行きたいのに駐車場から見えた補正車両に釘付けになってしまいました。真岡駅をゆっくり見学した過去の動画もございます。 SL96 館や保存車両など気になる方はそちらの動画もご覧いただけたら嬉しいです。会場の様子をほんの少しだけ撮影しました。商品の陳列スペースの空き具合や残りの点数などから盛況だったことが伺えました。それでも各種看板、ブレーキ装置の一部、整輪紙、踏切の設備、計器類、乗務員さんが持つ時刻表や手帳などなど見ることができて、各鉄道会社職員の方が丁寧に詳しい説明など様々なお話をしてくださいました。ありがとうございました。鉄道会社の方に直接お話を伺う機会は多くありませんので、このようなイベントは本当に楽しく魅力的です。猫族チャンネル。猫族が何を購入したのかは冒頭で分かってしまったと思いますが、ご報告の前に大好物の保線車両の見学にお付き合いください。黄色く貫禄のある車両は機動モーターカー TMC300、 採石運搬台車とレール運搬台車を従えています。 HTM270MW2 高所作業床付き機動モーターカー、大型の作業台スカイマイスター TZ10A が装備されています。お待たせいたしました。鉄道古物販売会で猫族が購入したアイテムがこちらです。黒猫クイーンも気になっておりますが、購入品はすべて関東鉄道さんのお品物になります。まずは職員の方によりピッカピカに磨かれた機動車のピストンです。アルミニウム合金でとても重量があり、ピストンリングの細かなところまで綺麗に磨かれています。自動車のピストンと比べて 3,4 倍ほど大きいのではないでしょうか。その大きさに興奮した旦那さんが楽しそうに職員の方と話をしていました。その他に犬釘3本とポイントのナンバープレートも購入しました。犬釘はあることに使いたくて、以前から私が欲しいと思っていたアイテムです。ナンバープレートは壁に飾り、犬釘とピストンは改めてクリーニングをしてインテリア雑貨として利用したいと思います。この後は真岡鉄道の SL C12-66 号機の走行を撮影しましたので、次
次の動画でお楽しみください。それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。